ブパワーを持たせた俺は最強よ。はい、ショー一緒だよ、頑張るでんす。ワールド高校、ここでワールドか。留学生を集めた強豪校らしいです。手強そうでんすね。はあ、はあはあ、お前たちが今日の対戦相手か。見るからにワールドワイドなド迫力の相手が来たでんす。おっと、勘違いしてもらいたいな。マキシマン、こう見えても心は日本人だ。この国の文化を愛し学ぶために来た。ちなみにジャパン、好きなジャパニーズフードは寿司だぞ。王道。だが、ベースボールに関してはミーたちワールド高校こそナンバーワン。世界から集めた実力者たちのパワーをご覧に入れよう。気になるだ、ずるやろ、こんなん。ずるでしょ。何してくれてんねん。マジで。ダメだよ。お待たせいたしました。いきましょう。決勝戦に進むチームはどちらになるでしょうか。青森学園高校対ワールド高校、夏の甲子園大会準決勝の模様をお伝えしてまいります。勝利をつかみ取るのはどちらか。どれどれ、まあ、これマジで2回の裏、はい、ちょっと相手の能力見よう。チェンバレン3番でこれなのやばいよ。ああ4番マキシマムこれが高校生だっていうのか、俺許せないんだが。嘘でしょ。アルディンも普通にいいピッチャー。ミラージュナックル頑張るか。第9見してやるぜ。投げました、外れた、ボール。第2球、タイエース発送しないか。投げた、ストレートはもう低めに低めに。第3球、はーい、これやばいじゃない、やばいじゃない。一直線、うわ、最上段いったかもしれん。満員の甲子園球場が揺れています。レフトスタンドへ吸い込まれていった。狙っていたでしょうか。青春打線、これはやばい。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい一発をベンチも祝福。うわ、2点、もう1点入れてるわ。あー、ランナー溜めちゃったね。ダメダメ、ランナー溜めちゃ低め。ダメだよ、俺の前にランナー溜めちゃ。こういうことになるから。いや、さすがに無理か。あー、くそ。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。やばい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 、これは痛いかも。いや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 青春リードで迎える4回です。ランナーとランナーなしという場面、うかい投げた。いや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 、第2球、こっちの方がタイエース出てるわ。投げた、打ちました、ファウルボール。ちょっと待ってくれ。第3球を投げた、青春打線世界最強説出てきたんだから。第4球を投げました、ダーイ、フォークスか、やば、ソロホームラン。ウカイ今日これが2本目のホームラン。 150m だ、何発もぶち込むのやばいんだよね。スタンドからの声援が力に変わった。あの青春学園、俺だけじゃないと思うんだが、この強さ絶対に。ほら、ああ青春リードで迎える5回です。今日2本のホームランを放っている鵜飼、投げました、決まってストライク。初球空振りから投げました、これだ、中間を受けそう、さらに伸びる、伸びていった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。もうダメよ。鵜飼これで2打席連続のホームラン。青春打線やば、やばすぎる。青春打線甲子園の準決で出る点数じゃないのよ。青春リードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている鵜飼、ばっかだからな。投げました、ダーッ、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。史上最強打線と呼ばれる、絶対呼ばれる。初球をうまく捉えました、スタンドからの声援が力に変わった。これ複数人がドラフト指名されるやつよこれ。青春決勝進出です。いやいやいや、夏の甲子園大会準決勝戦突破、決勝進出です。危なげなさすがすぎる、危なげないのがもうなさすぎる。おかしいおかしいおかしいおかしすぎる。危なげ、もう安心感が尋常じゃない。
リードアーム、恐怖の満塁男、トリックスター、カジバのバカ力、目指すは頂点だ、2桁と確かに2桁出せなかったらもう打てなかったら不調よ、チームとしてはやば。あ、しまった、回復するさ、うわ、見えないか、ソウルうまくしとく、とりあえず。あの、意外性も何もないから、このままいくわ。じゃあ、今日の数選手発表するよ。外野手、うかい、そしてやべえ。すごい完成だね、これが甲子園の決勝か。ああ、俺たちの夢を叶えるならあと一つだ。なんだかふわふわしてるよ、現実じゃないみたい。私も嬉しくて泣きそう。喜ぶのはまだ早いよ、俺たちの夢は日本一なんだから。その決勝の相手は月光学院か。やあやあ、うかい、俺の言った通りになったろ。ああ、偶然なんだろうけど、まあいいや。違うね、これは必然さ、俺も彼女も、そしてお前も運命には逆らえないんだからね。一番輝いてる俺と最高の彼女、この二人のハッピー、二人のハッピーエンドには、この大舞台が優しいだろ。相変わらず自信満々だけど、ふざけない奴じゃないからな。俺も景気戦彼女に一言。絶対勝つからね、ハルちゃん。信じてるよ。深井君がきっと夢を叶えてくれるって。もちろんだよ、みんなの。そしてハルちゃんのために。ははっ、そう言って二人で楽しんでやれるのは今のうちだよ。この試合が終わった後、ハルちゃんとイチャイチャするのはこの俺なんだからね。そのお前の勝手な言い草も今日までだ。勝負だ、いざよい。俺の打撃成績と勝負してやる。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと、うかい東四郎でした。またねー。